はい、国産食堂のとしです。今日はですね、ホタルイカを洋風にアレンジしたおつまみのレシピを紹介しようと思います。ホタルイカをペペロンチーノのようにマリネしたお料理になります。白ワインともとっても合いますよ。それでは早速作っていきましょう。ホタルイカは今回1/2パックだけを使います。お好みに応じて1パック使ってもらっても全然構いません。その場合は塩の量をちょっと加減してください。ホタルイカはこんな感じで目とくちばしを取っておきます。別動画でピンセットを使った簡単な方法も紹介してありますので、そちらもよかったらご覧ください。そしてお塩ですね、できたらこの博多の焼き塩みたいなちょっと旨味がある塩がいいですね。でそれをこう3つまみぐらいかけておきます。ここでコツなんですけども、こう後でこうオリーブオイルでマリネするんですけども、オリーブオイル自体にはこう塩分が入っておりませんので、この初めの段階でですね、きちんと塩味をつけておくと、これがコツになりますね。でこの状態で30分ぐらいですね、冷蔵庫に入れておいて塩分を中まで染み込ませます。でホタルイカを冷蔵庫に入れてる間にですね、こう芽を取ったニンニクをみじん切りにしておきます。そして小さめの手鍋に入れてちょっと傾けておくんですね。そしてそこにオリーブオイルを入れます。そして弱火にかけます。でこの状態でですね、こうじんわりとこうニンニクに火を通していきます。ここでちょっとしたコツなんですけども、こんな感じでこう鍋をこう傾けておけばですね、この少ない油の量でもこう上手にこう火を入れることができます。そして大体このぐらいですね、こう少し色づいてきたぐらいの感じですかね。このぐらいでこう火を止めて、で適当な容器に移し替えてやります。でこの状態でこうしばらく置いて粗熱を取ってやります。常温ぐらいまで冷ましてれば OK ですね。氷水とかに当ててやっても大丈夫です。でホタルイカに使用してから30分ほど経ちましたので、キッチンペーパーに開けて、表面ちょっと水分出てますので、こちらをこうキッチンペーパーで拭き取ってやります。そして常温に冷めたオリーブオイルを用意して、ホタルイカを入れて軽く和えてやってマリネにします。このまますぐにでももう全然食べれるんですけども、しばらく置いておいてこうマリネしても美味しいですね。どちらでも大丈夫です。しばらく置いておく場合はこんな感じで、この落としラップというかですね、こうラップをこうピチッとこう密着させて、この状態でこうしばらく置いておきます。で出来上がったらこんな感じにお皿に盛り付けていただいていきます。はい、こんな感じですね。ホタルイカは酢味噌が定番なんですけども、たまにはですね、こんなちょっと洋風なレシピも面白いんじゃないかなというふうに思います。白ワインとですね、結構合うレシピでして、このちょっと撮影後ですね、結構もう速攻こう食べてしまったと、そんなお料理になります。よかったらお試しください。